こんにちは。今日は強さとは何かお話しますえ。皆さん、自分が特別な何かを持っているという方いらっしゃいますか特別な何かを持っていたいとか、自分は特別なんじゃないかと思う人、えー。ごめんなさい、もう一度言います。自分は特別でありたいと思う人と、自分は特別だと思う人と、 自分は特別な何かを持っていると思う人といろんな人がいると思うんですがえ特別というのを今強さと表現していいかどうかはちょっと置いといてまずあなたが自分は人にはない何かを持っているという人をお話ししていきますえこれ特別なものを持っている人っていうのはこれから当たり前に増えていくんですが特別さというのは人よりも勝っているとか 人より、えー、勝っている、えー、他人よりもすごい、まあ、どんな表現でもいいんですがこの力ってなぜ授かったのかというのを考えたことはありますか誰かを助けるため弱い者を守るため、えー、自分は特殊な能力があるんだというところは言われればわかることだと思いますでこの 誰かを助けるために自分が特別なものを持っているんだっていう発想はまあ一種の社会貢献として使ってほしいという意味でお話ししてはいるんですが学ぶということがやはり誰かのためでもある自分が楽しいということと同時に誰かのためでもあるという側面があることを知ってほしいですえ特殊な能力っていうのは例えば 手際よく料理ができるとか、手際よく、えー、っと家事、掃除ができるとか、これらを含みます。特に超一流な能力を持ってるとかね、いうことでなくていいんですよ。人がめんどくさいなと思うことを自分はささっとやってあげられるのであれば、 誰かのために何かをしたらいいんですね。例えば、家事が得意な人は、あの、半日5000円でアルバイトしますよって友達に言ってみるとかね。ただでやってはダメですで。1000円とか2000円とか安いお金でやってはダメです。やはり1時間1000円ぐらいはもらって、ただ交通費はね、免除してあげるよということで、まあ5時間。ね。 ちょっとお茶して6時間ぐらいね、お友達のところにお邪魔して、あの、日頃できない家事を手伝ってあげる。掃除を手伝ってあげたいとか、料理を手伝ってあげたいとか、買い物なんかはね、自分で行けると思うので、ゴミ出しを手伝ってあげたいとかね、ゴミ出しの前の日に行って、一緒にゴミを出す作業を手伝ってあげるとか、こういうようなことってしてあげたらいいと思うんですよ。 ずうずうしいとかねいうことではなく相手が実は困っっててるることってたくさんあるんあですよねだから時給1,000円ぐらいであの助けてあげて、まあ、2時間でもいいんですけど2時間2,000円で交通費込みで行って何かしてあげるっていうのはいかがなものかと思うんですねやっぱり5,000円ぐらいはもらってほしいと思います。まあ、1万円もらってくださいいとは言わないけれど、まあ、半日 5時間ぐらい費やして相手の困ったことを助けるということをねあのバイトで副業でやってもいいんじゃないかなと思います。で友達が多くてあの自分が特に得意なことはないけれど友達の中に得意なことがある友達がいる場合でも「あ,のあなたこういうことをあの私知り合い多いからあのやってもらえないだろうか」って言って中間マージン500円ぐらいもらって、まあ、1,000円もらうと。 ね、相手の1時間のバイト代だからちょっと多いかなと思うんだけどまあ中間のあのつなぎ顔つなぎこれはあの大事だと思うんですよねまあこれであの相手がいくらかバイト代になればラッキーなわけでね、まあ、月に1万でも5万でも余分に入るって大きいですよね5万っていうと10回分だからさすがに半日ずつ10回っていうと 休みなくなっちゃうんでまあだいたい1万か2万ですね週に1回毎週誰かの手伝いするか、まあ、週月に1回ぐらい誰かの手伝いするかで5,000もらうみたいなねこんな風にあの特別な能力を持ってる人っていうのは誰かのために使ってほしいんですねでこれをあの何かに登録してやってもいいですし それこそあのトライなんかだと家事手伝いますみたいな先生募集みたいなものもあるしこ,ここならだないねあのまあだから強いっていうのはこれから上下の関係じゃないんですよ。え上強い人が上でえ弱い人が下っていう関係ではなく対等の関係に あって強さというか能力というのは誰かに提供することによってその能力を持ってない人を助けるっていうね判断で考えていってほしいと思います。でこれ自分は特別な人間なんだ他の人よりも勝ってるんだっていう気持ちはあるけれどじゃ何でっていいるのかかなう人もありますよねえこういう人はねあの評価されたいって思って。 自分は特別でありたい自分は特別なんだって思ってしまうって思われがちなんですが実は人の役に立ちたいというね多分人の役に立って生きてきたという過去の記憶があるんだと思うんですよねだから自分は特別で人の役に立つようなことっていうのがきっと自分が 潜在的にこうひしひしとと感じる何かなと思うんですよだから特別な何かっていうねそれこそ人に注目されて超一流になりたいという欲で動くのではなく今自分ができる何かで誰かを助けられるものは何かないかなっていうところからちょっと探ってってもらって徐々に徐々に才能開花していくという方向に進んでいったらどうかなと思うんですよね。 で全てにおいてこれから対等になっていくってことをちょっとね誰かの上に立つとか自分は上である下であるという考え方がの苦しみを呼び寄せる未来に苦しみの種を作る行為になるのであくまで自分の役割とか自分の、えー、能力提供とか 誰かかを助けるとかどんな言葉でもいいんですがそういった方向に使うんだよっていうことを分かってほしいですねえ今日は「強さって何よってところからえ強さを能力とするならばあの誰かを助ける能力をぜひ使っていってほしいしバイトという形で能力を 発揮してしてほいいと思いますで助けてほしいと思う人ね5,000円も出すのって思わないでください5,000円出したら自分があの家事をするよりも劇的に能力のある人ってやります自分の倍以上に自分が動きやすくなるようにダダダダダダって変えてくれるのでもうこれね一度やってみるといいんですよね一度やってみるとあの ここんんなな風に違ううだとということが分かってきますで暮らしやすくなるっていうのが一番の目的なので誰かに依頼をして自分の生活を変えていくということも考えてください。で今日は強さについてお話ししました。またね